the neck, man. Negium Harsinta. What's it? Ямар тааш битэн байгаарэ? Дараа мөлт хүч чадахгүй. Нам сон та байна. Суман хорэлцэхгүй. Кише, хаа? Сүтэр хавас нийт ясан. Би сан хана. Тан харвач бэн. Бидэн зо дайрч байна. Ах их талгүй. Олоод айшна тэрний. Кише, хаа? Ямар нэг юм харву? Энд харагдахгүй л байна. Тэр биш. Тэр биш вэ? Ямар нэг юм харв уу? Юм алаг. Ямар нэг юм харв уу? Нэг хүн сүм тавчихлаа. Бид энэ нь дэрч байна. Сүм нь хөрлцгүй штэ. Сүм шонгна шиг болсон. Юм алаг жаа. Мартаа наатра. もう安全だ。
나라는 뭐 사무라이 하마코. 슥. 待たせてしまったな。助かった。ありがとうございます。さあ、早く逃げよう。街を見つかります。見つかるだけです。まだダメです。
こっちです。動くな。ありがとうございました。道中気をつけよ。봤음 꿀꿀 待たせてしまったな。ありがとうございます。助かった。さあ早く逃げよう。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。
いかがです？鎧は見つかりましたか？猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。叔父上が見たら何と言われるだろうな。他にもお手柄があるのに、どうしてこんなところを選んだの？どんな鎧でも結構です。何を直しましょうか？もうこの刃は通しません。お体の傷も減りましょう。もうこの刃は通しません。こっちだ。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか？違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな？ああ、抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主武志か？名前もご存知か？酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか？近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか？戦に慣れておるともな。違うのか？慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないが。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。
蒙古の伊手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。蒙古が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。木こりの宿営に向かおう。サカイさん、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。ノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今飲みました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。Самрачин нам сумтабан ахи чарво олад ахга тарник ой удох их ч хардаа хаан
ямар нэг юм харуу. Тэнд харагд. Тэр биш байж. Яв чад. Энд болгоомж. Ой, өнөө гих чи харнаа.獣がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここならハサミ位置にできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。お前ら集まれ、足に急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ユナ、まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
まいしたんだ。おおい、うどんくさはるさ。たのに。ティム。できるね。見つけた。援軍が向かっておるぞ。南門の仲間に加勢する。槍川の戦士も一緒だ。分かった。あなたに領土か。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。ケンジ、隠れていろ。アタックはするとか言って。なぜ門を開けるまで待たなかった。まさか様の案だよ。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。